百州武道具店の動画。あるところにカエルさんとサルさんがいました。二人は同級生、同じ学校に通っています。成績も同じぐらい、教室で座る席も隣同士です。二人は小学2年生の頃から同じタイミングで剣道を始めました。3年後、二人は小学5年生になりました。カエルさんは道場でもトップレベルの選手になり、大会でも活躍しています。同じ剣道仲間から羨ましがれる存在です。一方、サルさんはほとんど上達していません。右手が強く、腕で引っ張って打つ癖がいつまで経っても治りません。ついには1個下の強い4年生にレギュラーの座を奪われてしまいました。一体2人の差は何だったのでしょうか。実は2人の差はこれまでに竹刀を振ってきた本数、つまり素振りだったのです。カエルさんは稽古の前や稽古がお休みの日なども素振りだけは欠かしませんでした。一方、サルさんは素振りなどバカにして全くせず、稽古が休みの日にはおじいちゃんやおばあちゃんにお小遣いをもらっておもちゃばっかり買っていました。いつも自分ばかり先生から注意される、後輩に抜かれる、試合で全く勝てない、サルさんは今になってとても悔しい思いをしてきました。もうこのままじゃ嫌だ、今からでも追いつきたい、そう言ってサルさんはスライム先生の元を訪ねました。スライム先生は剣道の先生で、今でこそ優しい顔をしていますが、昔は筋肉ムキムキで全国大会にも出たことがあります。スライム先生、オラ強くなりたいんだ。いやー、そんなこと言っても今のままの方が楽だし楽しくていいと思うよ。違うんです、もう楽しいのは飽きました。今はそんなことよりも剣道でカエルさんを追い抜いて追い越したいんです。本当に本当に何でもする、何でもやります。ピカーン。その瞬間、スライム先生の体が巨大化しました。よく言った、サルよ、わしはその言葉を待っとったんじゃ。え、何ですって。じゃあ教えていただけるんですか。もちろんじゃ。剣道で一番大事なのはやる気じゃ。やる気スイッチが入ったからにはもう誰にも止められん。今こそが一番上達する瞬間なのじゃ。それで私は一体何をすればいいのでしょうか。私には時間がありません。できれば1ヶ月ぐらいで上達したいんです。何でもやりますから。スライム先生、それなら素振り1万本じゃ。1万本。こんにちは、百州武道具店のガです。やってますか。この動画は素振りの動画なんですけども、これもリクエストをいただきました。素振り教えてください。はい、わかりました。素振りの解説ね、こうやってこうやってこうやるんだよっていう動画も考えたんですけど、それだけじゃつまんないじゃないですか。どうせやんないでしょ。だから一緒にやりましょう。これから1万本もう騙されたと思って、一緒についていってください。1万本とりあえず集中して正しく振る剣道の質が変わります。最初のサルさんの話を思い出してください。これからカエルさんに追いつきたい、できれば1ヶ月とか2ヶ月で上達したい、追い抜きたい。何からやるんですか。あの先生のとこ行くんですか。技を覚えるんですか。違うんですよ。まず最初は素振りなんですよ。カエルさんとサルさんの違いっていうのは、もう上手くなっちゃった人、これから上手くなりたい人の違いっていうのは、圧倒的にこれまで竹刀を振ってきた本数が少なすぎるんですよ。いや、そんなこと言ったって素振りは毎回やってるしっていう人、それでも稽古が上達しないだったら素振りのやり方が間違ってるんです。質と量っていう話があったら、質が間違ってる、量はいけてる。反対に、いつも正しい振り方は先生から教えてもらってるんだけど、振ってる本数が少なすぎる人、週に1回2回その場で正しい方法を教えてもらってるだけの人、それだと本当もったいないです。それは質は足りてるんだけど量が足りない。質と量と正しい方法である程度の本数振るっていう両方が必要なんです。それで皆さんとね、どうやれば一緒に正しい素振りを1万本できるのかな考えました。僕だってこの機会に自分の素振り見直したいんです、上達したいんですよ。だから一緒、同じです。やりたい、だから一緒にやりましょう。で、まずはビデオを2種類に分けます。説明編と実践編。このビデオは説明編です。素振りをどうやってやるか、大事なところどこだったのか、それをもう一回解説します。知らなかった人はこの機会に学んでください。忘れちゃった人は、ああそうだったそうだった思い出してください。後のビデオは実践編、何本になるか分かんないですけども、まあその中では僕がただただ素振りをやります。
1000本の素振りやってるところをノーカットノー編集でもうただ流しとくだけ。だから素振り1万本って言っても1000本を10回やりましょう。そして実際なかなか一人でできないですよね。だからもうやるときには僕の YouTube の動画、この素振りの動画つけてここ置いといてください。それで僕と一緒にやりましょう。 YouTube の中の僕と一緒に1000本とりあえず振りましょう。そしたらこれを10回やるだけでしょ。だったらなんとかできそうじゃないですか。それで1万本ですよ。まずは肩の力を抜きましょう。普段こうやってやってる人、日本人猫背の人多いです。僕だってそうです。肩の力を抜きましょう。ただでも抜け抜けって言われても抜けないんですよ。でこれはヨガの先生に聞いた方法なんですけども、抜き方があるんですよ。まず胸張ります。肩を耳につけるように上に上げます。そして次に肩を後ろに持ってきます。肩を後ろに持っていく。そのまま今度は肩を下に下ろします。そうするとこの辺の力がみんな抜けるわけです。まずはおさらいからね。もう手にライン描こうって話だったよね。もう手袋してもいいし、直接こうライン描けばいいし、こうライン描いてください。はーい、反対も、ライン、こっち難しいな。こう描きましょうね。こう描いて、よいしょ。つかのラインと、手のライン、これを合わせるんだったよね。こう合わせる。でもしっかり上から持ってると大丈夫。ポイントは構えた時はライン合うんですよ。結構比較的みんな合うのだけど、振りかぶった時にこうなる人、緩む人が多い。振りかぶったした時に緩む人が多い。これをライン合わせたまま振りかぶれて、しかも肘をちょっと開けるようにできればうまく手の内ができるようになります。まずは正しく上から握ること。初心者はこう持ってるね。横から持ってる。このラインが全然合ってない。これをこう持った瞬間、その子が剣道上手になります。で実際の竹刀の持ち方としては、小指半掛け、小指を半分かける。半分かけてこの2本、小指と薬指で結構メインで持つ感じです。あとの中指とか差し指ってもうほんと添えるだけ。だからこう持ってるとしんどい。こういう感じ、こう持つ、こういう感じ、これこう持つんじゃなくてこういう感じで、この2本で持ってる。まず大事なことは、竹刀を振りかぶるときに肩を使うってことなんですよ。腕でこうやって振り上げるんじゃないです。こうやっていくら速く振っても意味ないです。肩の筋肉で竹刀を上げるってこと。肩っていうのはこの辺じゃないよ。この辺の肩じゃなくて、ここに三角筋っていう、こうやって触ってみて、ここに大きいのあるから、ここに大きいのあるでしょ。この三角筋で竹刀を上げるんです。腕で上げるんじゃない、まず肩で、大きく肩で竹刀を上げるんだってこと。そして振りかぶるときには手はこのままね、手こうなっちゃダメよ、絶対こうなっちゃダメよ。このまま広げて、こう小さくならないように肘を広げます。広げて左手の下から前が見えるところまで振りかぶると肩甲骨が寄るんですよね。肩甲骨が寄るんです。これを毎回意識します。肩甲骨を寄せる、そこまで大きく振りかぶる、これを1万本やりたいんです。ただ腕でこうやって1万本振るんじゃ意味ないんです。肩甲骨を寄せる、肩甲骨を、おお、またやっちまった。みんな切り返しってやると思うんだけど、この切り返しの中には剣道の基本動作の全てが入ってますってよく聞くじゃない。で毎回切り返した時に、先生大きく上げろ大きく上げろ、この左手の下から相手が見えるところまで大きく上げろっていうのは、実は肩を作ってるんですよ。切り返しっていうのは肩で竹刀を大きく上げて肩甲骨を寄せるっていう、この動きを毎回やってるんです。毎回この肩を作る練習でもあるんですよね。それともう一つだけ言わせてください。振りかぶった時に左手の小指薬指、これをこうなる、緩めない緩めない緩めない、この2本はしっかり握っておきます。しっかり握っておきます。この2本は絶対緩めません。これ緩んじゃうと、ほら剣先が下がっちゃうでしょ。こういう素振りになっちゃいます。こういう素振りになっちゃいます。これは1000本振っても2000本振っても同じです。この2本を緩めないで振ります。緩めないで振ります。それで難しいのは、素振りをする前の姿勢と手の位置見といてね、と実際に振った後の手の位置、これがね違うんですよね。最初低いの、でも振った後高いんですよ。細かく言うと、
最初は左手の親指の付け根がおへその前、低いよね、低い、この辺だよね、低いよ、低いよ。だけど振った後っていうのはここ高いの。どれぐらい高いかっていうと、右手がまっすぐ、右手がまっすぐ、右拳が肩の高さ、肩の高さ。それで左手が水落ちって言われてます。水落ちっていうのはここに肋骨があるよね、肋骨、骨があるよね、骨の真ん中、柔らかいとこ、ここパンチされた痛いとこ、うーってなるとこ、ここが水落ちです。おへそじゃないんですよ、おへそじゃない、水落ちなの。ここじゃない、ここなの。ここで止めないといけない。よくあるのが素振りするときにこうなっちゃう人、こうなっちゃう人、これは左手が効いてない、水落ちで止まってないです。水落ちで止めないといけない。そして毎回素振りするためにこう下の方まで振っちゃう人、これは右手の位置が低すぎる。最初の構えと打った後の姿勢を一緒に混同してるからこういうことになってるんです。それで振り上げるとき、振り下ろすときっていうのはもちろん左手をね、中心に行うわけですけども、力の入れ具合っていうのがあるんです。実は振り上げるときも振り下ろすときもあんま力って入ってないんです。どこで力を入れるか、これ最後のこの瞬間だけ、瞬間だけ力を入れます。抜いてる、抜いてる、ブワッ、抜いてる、抜いてる、ブワッ、早く入るね、うーバンうーバンうーバン。で、その最後力の入れ方なんだけど、5本の指全部に力を入れると最後こうなります。ドラえもんの手になってる、これドラえもんの手、これドラえもんの素振り。あくまでこの2本、最初この2本で構えるって言ったのに、この2本だけ使います。この2本、まあ3本ですね、だけ使います。それと同じところに力を入れます。この2本に上まで、人差し指親指まで力を入れるとドラえもんになります。ドラえもんになります。そうすると竹刀のここの手首が使えるんですね。手首が使える、手首が使える、手首が使えます、手首が使えます。じゃあ今日のまとめですね。上達したいっていうやる気のスイッチが入ったら、まず素振りをやりましょう。上手い人っていうのは圧倒的に正しくこう振ってる本数が違います。そこからまずやりましょう。僕も1万本やりますから、このビデオの中で一緒にやっていきましょうって話しました。そして実際振るときにはまず肩の力を抜きましょうって話しましたよね。耳に近づけて後ろに寄せて落とすと肩に力が抜けますと。で、実際振りかぶるときっていうのは肩を使う、ここの三角筋を使って振りかぶります。肩甲骨を寄せます、肘を、脇を開きますっていう話しました。そしてこの2本、この2本、小指、人差し指を振りかぶったときも緩めない、緩めない、そうすると剣先が下がらないよっていう話しました。そして振り下ろすときっていうのは最初の構えと振った後の構えっていうのは違うんだよ、低い、高い、低い、高い、違うんだよって話しました。それと力を入れるのは打つ瞬間だけ、抜いてる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 、ここ、ここ、0100、この打つ瞬間だけ力を入れるんだよって話しました。それでは次のビデオの中ではですね、実際まっすぐに振れないっていう人のために、まっすぐに振れるようになる方法、それと上下素振りですね、正面素振り、それと一丁用の素振り、そして跳躍素振り、そこまであります。そしてその後に続くビデオの中では、実際僕が、それぞれの素振りを1000本ずつやりますから、これを10回一緒にやって1万本達成と、僕も一緒にやりますんで、今日もご覧いただいてありがとうございました。絶対上手になりましょう。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。